他の診療院の岡野です。えー、先日ですね、えー、プラセボ学ってこの本を、えー、ご紹介させていただいたんですけども、えー、このプラス効果をですね、こう発動させる要因として、えー、最も重要かなというふうに思われることっていうのはこの信じることっていうことなんですね。こう信じることってこう一言で言うんですけれども、なかなか、えー、考えてみると深い話なんですよね。これでこの信じるってどういうことなのかなっていうのを突き詰めて考えると。 結局ですね今の現代社会っていうのは科学の考え方っていうのが、えー、中心に置かれてるんですけれどもただですね、えー、例えば論理的に考えなさいとか科学的に考えなさいとかいうふうによく言われますけれどもただ実際こう科学的な技術によってこう進歩していった我々の生活なんですけれどもただ生活する上でのですね根本的なこう 私たち生きる上での原動力というか道しるべになるものというのは実はこの、えー、科学とは相反するですねこの信じることということが、えー、とてもですね重要な役割を果たしているということが言えるかなというふうに思いますでこの信じるこの力が、えー、ある意味このプラセボ効果というのを発動する最も重要な要因になっているんだろうということが言えるわけなんですね まあ、例えばですねこう信じるという言葉で言うと信用とか信頼とかあとは宗教でいうところは信仰っていうのもありますよね。例えば信用で言うと、えー、普通のお金ですよね。お金とか、えー、資本例えば土地とか債権とか、えー、証券とか株とかっていうものですよね。あとはその価値ですね。えー、そののの値段っていうのは えまあ,ある意味こう金額とかですねお金によって数量をえ具体的に示したものを価値というふうに言ったりとかしますけれども価格とかですかね言ったりしますけれどもこれっていうのはえそのもの自体をえみんなが信じてるからそのものの価値っていうのがわかるわけなんですね。 ただ例えばこのお金っていうものも先日、えー、アルゼンチンが、えー、デフォルト債務不履行というのを起こしましたけれども、えー、それによってアルゼンチンのその時に使ってる通貨っていうのはまあ紙くず状態になるということですよねつまりそのお金の価値っていうのを失われると信用が、えー、失われた状態が、えー、債務不履行デフォルトっていう状態ですよねあるいは財政破綻というやつですね。でえー、資本 例えば土地っていうのも、えー、土地のバブルっていうのは以前ありましたよねそれで、えー、それがバブルが崩壊して土地の値段が下がりましたそのやっぱり信用っていうのが低下したわけですよね価値っていうのもありますね、えー、バブルっていうふうな先ほど申し上げましたがオランダのチューリップの急ュウっていうのが、えー、昔、えー、バブルですねすごい高値になったんだけれどもそれも のの値段っていうのも下がっってててしまって今ですよねそういうふうに信用っていうのは、えー、信じて疑わない状態でみんなから信じているけれども、えー、それが一旦崩れ去るとその価値っていうのは、えー、ガタ落ちしてしまうっていうのはそれを信じることの重要性かなというふうに思いますあとは信頼ですね信頼例えば人間関係ですよね 人間関係っていうのはやっぱり裏切らないことっていうのが、えー、裏切らないその人が裏切らないことについて、えー、信じるわけですね、えー、疑わないこと裏切るっていうかあのその人がですね自分のことを裏切るってことを、えー、しないというふうにそんなことを疑わないっていうのがやっぱり人間関係のですね、えー、元のあるところなんですよね。 だから例えば科学的な考え方でおいてやっぱり人間関係で裏切りとか裏切り裏切られっていうところがあるわけじゃないですかだから例えばですねその今は信頼関係が築けてる人間関係がある間柄だったとしても、えー、世間ではですねやっぱり裏切り裏切られっていう状態っていうのはあるわけなんですねだからあなたがいつかし、えー、自分を私のことを裏切る えー、可能性があることを否定しないとかいうふうに言っちゃうとうまい人間関係というのはできづらくなってるわけですよねだからそのもしかしたらこの人は将来自分のことを疑うかもあ裏切るかもしれないっていうことについては疑わないとそれがまあ信頼関係の一つになってるんだろうなというふうに思います。あとは信仰ですよね えー、宗教とかですね私たち鍼灸師の、えーえー、東洋医学概論とかですね鍼灸、えー、の専門学校で習いましたけれどもこの陰陽語行とか山菜思想天地人というですねあとはインド哲学でいうアーユル・ヴェーダーとかそういうものっていうのも、えー、その、まあ、目に見えない世界ですけど木とかですね、えー、そういうものは。 目に見えない世界だけれどもそういうものを、えー、そういう考え方に基づいて治療するんだっていう、えー、ある意味信仰みたいなものがあると思うんですね宗教でもも神っていうものを信じるわけですよね神道ってあの日本の、まあ、宗教なのかどうかというふうな議論はありますけれども少なくとも、えー、お正月元旦になったら初詣に神社にみんなお参りに行きますよね。 あれは信じるか信じないかは別としてその生活の中にその信仰というものはもう日本人の中に溶けけ込んんででるわけなんですよねえ七五三になったらね神社に行くとかえ赤ちゃんが生まれたらえ初宮前に行くとかですねそういうふうな感じで神道というのは私たちの生活にも根付いてしまってるえある意味 信仰と生活習慣がもう,入りもう入っちゃってるわけなんですよねこう組み込まれてる状態と。でそれをですねこう疑ってしまったらやっぱりこう生活それ自体がとててもも味気なないいのになってしまいますよね、えー、わざわざ元旦に神社へ行って何になるんだみたいなですねそういう話をすると興ざめですよね。やっぱりこう 元旦で神社にお参りしてじゃあ今年もいいことが、えー、ありますようにとかですねこのまま家内、えー、安全でになるようにみんなでお参り行こうっていう風になるとほんわかした気持ちになりますよねやっぱそれがですね、えー、プラセボ効果の発、えー、動要因になってるんだろうという風に思いますでその方や、えー、この信用とか信じることの 真逆疑いまくることっていうのはまさにこの「科学」という考え方なんですね再現性とか普遍性とか反証可能性っていうふうに言いますけれども科学でいうと特に私の、えー、科学のイメージとしてですね、えー、このプラスボ効果と科学という中で大事なものっていうのはこの反証可能性のあるかなしかっていうのが ととても重要ななのかなといいう,うに思います。反証可能性というのはどういうことかっていうと今、えー、決まっているこれは、えー、こういうものだっていうふうに決まっているものについてそれに対して疑う可能性を常に残しているというのが、えー、科学の考え方なんですね。えー つまりですねこの信用されているものに対してそれは本当に信用できるものなのか信頼に対して本当にこれは信頼できるものなのか信仰に対してこれは本当に拝み立てまつって、えー、それは拝み立てまつってそのもの自体が存在するのかどうかとかですねそういうことをもう常に疑い続けてその疑われることに対して、えー、それを受け入れる姿勢でいるってことがこの科学的な、えー、考え方の 根本になっているわけなんですね。だからこのプラセボ効果っていうのとこの科学的な考え方っていうのはとても、えー、相入れないようなものであるということが言えるかなというふうに思います。ただしですね、治療の世界になってくるとこの科学だけの、えー、考え方で、えー、治療をやっていくとやっぱりうまくいかないんですよね。例えばこうなんていうんですかね、えー、風邪をひいて 薬を飲みますっていうふうな時に、えー、お病院に行ってですね、えー、医師の方に薬をもらう時にですねしっかり診察してもらってあのねぎらいの言葉をもらってですねその咳がずっと続いてつらいですよねとかでね、えー、夜眠れないとなかなか不安になりますよねとかですね、えー、このまま続いたらどうしようっていうふうやっぱり、えー、このまま。 え熱が出て仕事に行かなきゃいけない状況っていうのは理不尽に思いますねとかっていうふうにですねえ優しい言葉をですね看護師さんとか医師の方にかけてもらえてえこ,れがこれを飲めばあのすぐによくなりますよとかっていうふうに言ってもらえるともうああ良かったなってこれを飲めばすごく良くなるぞっていう気持ちになりますよね。逆にでですねこの科学的なな考え方だけでいくという風になるとるもう あの自動販売機ですねほとんど自動販売機でこう自分の症状をピッピッピッって打ち込んで「えー、あなたの症状はこれです」みたいな感じで「これ薬を1、えー、日何回飲みましょう」みたいな感じのですね、えー、薬の処方箋が、えー、自動販売機からポコッと出てくるみたいなその薬を飲むっていうのと比べるとどっちの方は効くような感じしますかということなんですね。結局、えー、両方とも科学的な根拠に基づく同じ薬を使ったとしてもその効き方っていうのは このプラセボ効果が発動するかしないかによって大きく変わってくるということなんですよね。ですので、えー、科学だけの世界、科学だけの医療っていう風な意味で言うと、それはとても味気ないものになってしまって、なかなかこう患者自身の気持ちとしては、えー、物足りないものになってしまうわけですね。では逆にそのプラセボ効果っていうのを、えー、考えて信じること、疑わないこと。 えー、物の価値っていうのを高めてること、えー、人間関係とか信頼関係等を厚くして、えー、宗教とかですね、えー、神道とかその東洋医学的なものについての、えー、理解を持って接するようにするというふうにするだけでもですねかなりその治療効果っていうのは変わってくるかなというのは、まあ、か想像して、えー、疑いようの余地がない部分があるんじゃないかなと。 いいう,うに思いますということでですねプラセボ効果の発動要因っていうのはこの信じることっていうのはととととてても重要だというここですね信じることってつまり疑わないことだということなんですけれどもただこの科学的な文明の世の中でですねこの信じることっていうのはとても難しい感じになってきてしまったなというのが私の印象としてはあります。 だから、えー、今こういろんな、えー、昔からある宗教とか東洋医学的な哲学とか、えー、私たちの人間関係とかですねものの価値っていうものに対して、えー、この疑わないで済むようなこう信じ続けられるような、えー、新しい、えー、なんていうんですかねその信じ方っていうか疑わないようにする方法とかですねそういうものっていうのが えー、実は求められてるんじゃないかなということを、えー、ある意味提言させていただいてですねこの動画を終わりたいというふうに思います。